思いつきみたいなんで言うとこあるかも分かりませんけどね。まあ今確かにそので赤字財政になるってことは市長としても大変こう苦しい面はあると思うんです。ただね僕思うのはね、市民が協力できるっていうのが要素あると思うんですよ。例えば言ったに子供たちのコンピューターの面でもね、これは昔の話なんですけど、例えば学校にいわゆる計算機のそういう入れるときに NEC が A とかね、しかしただ松下もあるやないか松下ちょっと安してくれるっていうような話もあってね、ほんで松下電機のそういうような機器を入れたメモはあるんですよ、昔の話なんですけど。ただだから今これ言うとね、自社が言われると大変なと思うんですけど、例えば市からね、市民から協力しやすいってやつもね、市会議員なんかいろいろと話しながら提案してもいいじゃないかと思うんですよ。例えば話、今ゴミ問題ですね、だからゴミの、今市長になっては無料で今ちゃんと生活費のゴミは全部持っていってもらうんですけど、そこでですね、だから協力できるなら、例えばゴミ袋1個出せば50円協力できるんじゃないかと、例えば、僕が言うのはおかしかもわからんですけど、いろんな困ったら小さい町やから、そういう市民から協力できる、最低限の協力できるものを集めていけばね、いろんなのができていくっていうような気もするんですけど、そういうようなことは一般市民から言うのはおかしいと思うんですけど、わかりました、ありがとうございます。実は数年前にですね、市民皆さんとの共同を進めていくという意味で、その共同のまちづくりの指針とかっていうのも策定をさせていただいていて、ただですね、実際のところすでにかなり多くの面において市民の皆さんにご協力いただいているのかなと思います。例えば塩浪っていうのは、その交通事故とかの発生率は北川地でこれ一番低いんですね。やっぱり防犯委員さんとかがですね、とかいろんな地域の方々が見守ってくださったり、啓発活動を行ってくださったりというところは、やっぱり塩浪では他市にないぐらいそういう取り組みを活発にやってくださる方々が多いですので、やっぱり非常にプラスな結果が出ているのかなと思います。先ほどのそのご出産されたご家庭にも民生委員さん一緒に行っていただくというところもですね、今後お力添えいただきたいなと思ってるんですけれども、そういうことであったりとか、本当に様々な側面においてすでに多くのご協力をいただいているかなというふうに思います。で、ゴミについてもですね、これいろいろご意見、今アイデアとしていただきましたけれども、実際やっぱりすで、にですね、いろいろ分別であったりとか、たくさんご協力いただいているなと。ただ一つだけ皆さんにお伝えしたいなと思うのは、市場なんて自体ゴミ処理自体にはどちらかというとかなり他市に比べて予算上は大きく割いています。基本個別収集になって、道が狭いところは、共同のところにはなっておりますけれども、やっぱり最近ステーション化っていう、場所を決めてそこに取りに行くっていうのが主流になってきているので、それに比べると個別収集はかなり予算上かかってきますので、そういう意味でおいては、どうしていくのが一番いいのかというところは今後考えていかないといけないですけど、やっぱり今後ですね、ゴミについては例えば減量化ですね、これはなんか今日も新聞バーン出てましたけど、何でもかんでも有料化すればいいというものではなくて、みんなで声かけ合ってゴミ減らしていけば、例えばですね、ゴミ処理場って市場のアーテと片野で一緒にやらせてもらってですね、あれ立ててですね、燃やしてっていうこの負担金でいくと、年間です、市場のアーテだけでこれ8億円ずつ払ってるんですね。結構長くゴミ燃やすのってそれぐらいお金かかってるんです、実は。なんでやっぱりゴミが減っていけばその負担金も減るわけですから、みんなでゴミを減らせば、じゃあそのお金は子どもであったり、高齢者の方々であったりの政策にお金として使えるわけなので、そういう時においては、ちょうど今今年ゴミの計画も改定中なので、またいろんな声かけ等もさせていただきたいなというふうには、ご協力願いたい部分もあるなというふうには思ってます。ただ市民皆さんと一緒にまちづくりをしていくというのはもうおっしゃる通りかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、田中直樹と申します。よろしく。
くお願いします。今の山本さんのことにちょっと関連するんですが、市場のアテッドとしてなんかクラウドファンディング、ああいう取り組みをされてるのか、もしくはその、ちょっと泉さんの方でごちゃごちゃついてるふるさと納税ですね、あれの進捗状況およびまあ、市長はあんまり大きい工場とか企業とかないとおっしゃいましたけど、僕ら素人から見る、素人目から見るといろんなイオン、あれ行く見てもたくさん人入ってるようだし、 あれぐらいからの税収とかはどうなのかなということを、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。3ついただきました。1つはクラウドファンディングって聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、簡単に言うと寄付を募るという行為なんですね。で、いろんな、全国に発信して寄付を、こういうことをしたいからご寄付くださいっていうクラウドファンディングなんですが、まあ、市としては行ってないですけど、例えば、市場なんての青年会議所 JC さんとかはドゥアスロン大会っていう山を活用した自転車とランのイベントをやっておられて、今年とかクラウドファンディングでそういう運営資金を募られていたりするので、まあそれはもう各種団体さん等が行われていくことかなと思います。で、これふるさと納税はですね、これ今後大きな今転換期なんですね。で、泉佐野さんはまあ、あれは戦略上ああいう作戦を取られて、で今後まあ制度の対象外になられて、であれは実はふるさと納税だけの対象外になったということではなくて、実は市っていうのは国からもらうお金の交付税っていうものが普通の交付税と、これ特別交付税っていう別枠のものがあるんですね。これ何かというと、こう災害時とかに増額してもらえるような特別な事情の交付税なんですが、泉佐野さんこれほとんどなくされてたりします。やっぱりもうこれはどう、まあ、総務省はペナルティじゃないって言ってますけど、まあ、どこからどう見ても我々からしたらそう見えます。でやっぱりそういうことも起きてたりするので、やっぱり法令の範囲内で一定やっていくのは重要かなと。で、篠田氏今後力入れていきたいなと思っていますが、あれは結局お酒と肉と果物なんですね。稼いでるのはお酒肉果物、やっぱりその醸造所があるとか、牛とか豚とか鳥がいるとか、すごいなんていうんですか、高いね、いちごとかそういう桃とかが取れるとか、まあどちらかというと市場なんてそこに当てはまってるわけではないので、今後ちょっと知恵を絞ってこれ増額に向けて取り組んでいきたいなというふうには思っています。で、最後の3点目についてなんですが、イオン税収自体はこれすごく増えるんです、当然ですが、億単位で増えるんですけれども、ちょっとご説明させてください。先ほど今今年市税69億円になったっていう話させていただいて、市全体で200億円の予算って申し上げました。で、切り崩しての2億だけなんで全然足りてないじゃないですか。これ何で補填されてるのっていったら、国からのこの交付税っていうものなんですね。地方交付税交付金、これはどこの町に住んでても等しく、まあ基本的なサービスが受けれるように市税で足りない分を賄うっていう制度なんですね。なんでこの町に住んでるから保育所がないとかっていうことは起こらないわけです。基本的に補填されるので最低限は整備される、その自由な新しい取り組みとかがしづらいという状況なんですね。でね、この制度がすごいのは、自前で稼げるようになるとこれが減るんですよ、この国からのお金が。どれぐらいかというと、例えば100市が稼げるお金が増えたら75分減らされるんですね。まあ、25% はまあ頑張ったねと、ね、残り 75% 自立できるようになったんだねって言って募集されると、まあ、そういう制度になっているので、実はダイレクトにつながってくるわけではないんです。なんでイオンさんの税収としては実は結構増えてるんですけれども、実はそれに伴ってあれ周辺道路整備とかもしていたりとか、実はゴミ処理費用が増えるとかっていう別の問題もあったりするんで、いろいろあるんです。いろいろあってですね、逆に下水道収入は上がったりするんですけど、まあ、いろんな差し引きがありまして、まあ、数千万単位では税収は3年ぐらい4年前ですかねぐらいからは増えているというような状況にはなってます。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。はい、南港の前川です。よろしくお願いします。以前にもですね、お話申し上げました、要するに公共設備あるいは道路、今もおっしゃっているように、はい、道路施設の
拡充とか、はい、補修とかですね、まあ、市場などの場合ですね、あの行政区画が非常にあのややこしいでですね、市場など駅前は大都市やと、それからしばらく来て、御地の氷屋さんですか、花屋さんですか、あの辺までが大都であってですね、それから、JR とかあるいは国の方がですね、あの他の道路を共有しているというふうなことですね、あそこのバス停の辺がですね、いつもあれを持ったら、はいはい、学生さんが長い間ね、あのバス待ってはんの、足元がですね非常に悪いと、で、まあ、他の日でも駅らしくなってないんでね、バス停やったバスは、まあ、市場などの市民バスのとこはまだカッコついてますけどね、ずっとあれですね、北の方駅周辺の整備ということですね、そうですね、はい、でそういうとこをですね、はい、この、公共設備の見直しということで、はいはい、まあ、一つ大東や、はい、JR やらですね、はい、だからまだ国も、まあ、はい、狭いとこですけどね、やっぱりその辺の掛け合いをしてもですね、はい、なんとか市場の顔をですね、はい、ちょっときれいにしてもらいたいなと、市場で駅降りてもね、新しいいろんなハイキングやとかいろんな方が来られますけども、そうですね、はい、バス一つ乗るにしてもですね、もうガタガタのとこでね、バス待っておられる、市場の駅周辺整備のことですね、わかりました、ありがとうございます、特にバス停の辺、はい、はい、ありがとうございます、まさにですね、今してるというような状況なんですね。公共施設ではないです、駅周辺なので、公共施設ではないですが、まあ、あれはどちらかというと町のまあ再整備みたいなイメージですかね。で、事の起こりはですね、平成20年21年ぐらいなんですけれども、大東市、市場の駅自体は大東市にありますので、大東市として、まあ、市場の駅さんと一緒にこう駅周辺をきれいにしていきましょうと、すると、まあ、利便性良くなっていきますよねというお声掛けが10年ぐらい前にあったんです。でもですね、10年前というのはですね、市場の駅もう今よりもお金実は苦しい時でして、まあ、10何年以上こう赤字が本当に続いてた時なので、実はその時一回市場の駅としては一緒にやるっていうことはお金も負担し合うという行為になるので、ちょっと難しいというふうに言って、大東さんにお任せしますっていう歴史的経緯があるんですね。10年ぐらい前で、その決断自体私はどうこういう権利はないですけれども、行って大東さんの方で進めてこられた、するとですね、駅整備すると大東市駅場のことを考えるんで、あのバス乗り場については別に置き去りなわけです、計画上は。だって関係ないですもんね、大東市さんからしたら。それ当然ですよね、大東市側がまあうまく回っていくような作りになっていると。で、私着任させていただいた時にそれを聞いて、いやそれでは良くないと、まあ、市場など市民の方も多く使われるので、これ一体化してやっていかないといけないという意味で、実は平成29年度に大東市の方と一緒に、これからは一緒に考えてさせてほしいと、あの時は我々は関与できないと言ったのは申し訳なかったと、でも今後は一緒にやらせてほしいというのをお話しさせていただいて、今まさに1年の間に何回も大東市と市場などで集まって、あの辺りをどうしていこうかという会議をずっとやらせていただいてます。ただご存知だと思うんですけど、今大東市は野崎の周辺をやっておられまして、さすがに2つの駅同時に整備するってこれは無理ですので、大東市自体は一気に整備は無理なので、まずは今野崎力入れておられるなという感じで、それが一定落ち着いていけば、まあ市場など大東というあたりであの辺りをきれいにしていく。お示しの通り、やっぱりマクドナルド周辺ってこれ危ないんですね。歩いてる人も自転車乗ってる人もバスも車も全部いるので、あの辺りがそういう風にならないようにというのは市場などとしても本当に考えていて、それはきっちりと今後ちょっと時間かかりますけどやらせていただきたいなという風に思っています。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。はい、なんか単純ですけども、今のね、場所の関係でね、はい、あれなんですけども、要はタワーの方から市場などに来るんですね、うん、まあ40分に1本かな、大体今出てると思うんですよ、ケアバスか。ところがそのバスをね、直通かなんかで白黒にこれ持っていけないんですか。
と言いますのは、塩名って言ったら大東市ですから、ところが塩見やったら塩名市ですから。で、何か言いますと、向こうの田原の人は、どこに買い物行くかですね。で、交通も云々で言いましたら、京橋とかね、あるいはまあいいですけども、大阪へ出るためには、金通って、そうです。行って、行くんですよ。はい。逆に今、こちらのね、塩名の方に回るというかね、管理地。で、もう一つは、この近辺にコミュニティバス通ってますね。あれも、まあ、時間帯見ますと、あまり乗ってないんですね、お客さんが。その辺のところどうかなと思います。ありがとうございます。お手元にお配りしてますこの第4回地域と市長の対話会という太い冊子がありまして、これは第1回第2回第3回と、まあ、あらゆる地域からいただいている主にこの分野は多いというご質問をまとめさせていただいていて、今のお話がですねこの太い冊子でいうところの13ページあたりになります。公共交通の見直しというところになります。でこれがですね私着任させていただいてすぐさま取り掛かったもののうちの一つです。これまで公共交通については市がまあどういうふうなダイヤにするかを決めてきていたんですが、やっぱり地域の方々のニーズをどれだけ組み上げれるかというのが大事という意味で、ちょっと名前ややこしいんですけど地域公共交通会議という組織を立ち上げました。これには地域の区長さんであったりとか、あるいはバス事業者さんとか PT の方とかも入ってるんですけど、いろんな方が入ってみんなでこうどういうあり方がいいかを検討していこうというのを平成29年度に立ち上げてます。でずっとこう会議とかを、まあ、これ検討の流れってずっと書かせていただいてるんですけれども、結局ですね今お示しいただいた田原から市場なんていうのこっちの JR に来る方もやっぱりかなりいらっしゃるんです。で乗りこぼしもあるぐらい、もう田原からもっと便数を増やしてほしいっていうふうなお声も多いです。ただ実際には昼間乗ってらっしゃらないです。ほとんど朝と晩だけなんですね。ただあれじゃあ昼間やめるとかはできなくて、あれは1台あたりと運転手さんとの契約になっているので、朝夜だけって言ってもですね結局料金は支払うことになります。であれだいたい1台あたりコストとしては1000万円ぐらいです年間、コミュニティバス1台増便すると。でやっぱりそういう状況があるんです。でこれ調べたんですけど、北河内の中で住民一人当たりに対してコミュニティバスにかけてるお金は他市に比べてうちは4倍以上かかってないんです。要はもう圧倒的なんです。北川市の中で公共交通にかけてるお金は4倍なんですね。もうこれすごい額です。まあそれはもう地理的特性なんですね。しょうがないです。田原とこっちに分かれてるんで、それはでも必要なことなんでやらないといけない。ただし無駄はなくしていきたいっていうのと、2点目は京阪バスの大型バスと契約しているので細い道に入れないという問題があるんです。例えば滝駒とか畑中とかのエリアであったりとか、あとは岡山の上の方は道が細くて山の上の方になっていたりとかするんですけれども、あそこには京阪バス回れないので公共交通がないと。でも駅にも遠い、結局タクシー呼ぶしかないという状況になっているんで、そもそも京阪バスさんの大型バスだけで行くのか、小型が必要なのかっていうことと、あとは乗られていない時間帯をどうしていくのかっていうことをメインに今ずっと検討を重ねてきたんですね。で実は今年実証運行というのをやります。新しいモデルで、例えばその小型なら小型なのかとか新しいモデルをやってみます。でそこで意見を聞いて令和2年度ですね、来年度から新しい公共交通体系にしていきたいなというふうに思ってます。で今はご意見が多いのはやっぱり、道が狭くて坂道が多い地域に公共交通が必要だというところと、昼間全然乗っていないバスをどうにかしてほしいというようなお声が、要はお金がかかりすぎてるんじゃないか、でそれに対して今そうなっていかない、まあ、方策を考えてやっているところではあります。なので今まさに見直しの最中で、来年で以降新しい公共交通にしていけたらなというような状況にはなってます。でご質問の忍ヶ丘に行けないかというところなんですけど、やっぱりこれは声とした市場の当て駅が多いですね。というのはやっぱり快速が通るという問題もあったりしますし、そもそもご案内やと思うんですけれども、忍ヶ丘駅周辺ってあれバス入るの結構時間かかるんですね。何回も曲がらないとあれ入れない仕組みに、まあ、いろいろ歴史的経緯があったんでああなってるんですけれども、なのでやっぱり時間とかも考えると国道から下に降りていくというのが今現時点では直通便という形で考えているところではあります。ありがとうございます。
その他いかがでしょうか。基本的にあの多くのエリアでいただいているお声、主なものはだいたいこの太い冊子に今いつから検討を始めていつ頃結果が出るのかというのは大体は書かせていただいているかなというような状況ではあります。その他いかがでしょうか。毎回同じことをですね、お話しするんですけど、この空き家問題、ね、はい、ありがとうございます。この空き家問題はね、この地区が一番ひどいと思うんですね。多いですね。なんとかですね、まあ、できないものか。また、ご存知のように、この公民館のね、横ですね、はい。あれがもう、今にも潰れるような状態に、ね、なってましてね。で、まあ、持ち主に聞けばですね、潰すには、どなた潰しても構いと、構いから潰したらですね、その保証してくれるというのは、分かりますか、はい、借りてる人が、はい、で、大家様はですね、土地代ももらってないのにね、そんなもん払えるかということで、うん、まあ、そのままになってるというで、これだけがですね、一番やっぱり危ないんじゃないかというふうに思います。それともう一点ですね、先ほど、まあ、大東分のことがありましたけども、やはり大東の方でですね、何していただくと思いますね、市場のあてが大東に対してね、各分野っていうか、各分野にどれほどのね、分担金を出してるかというのがですね、やはりここにおられる皆さん方はですね、あまりご存じじゃないんじゃないか。で、昨日はね、これだけ出してるのにね、何もしてくれるということもあると思うんですね。その辺できたらね、まあ、ある程度のことで結構ですから。ありがとうございます。空き家の方なんですけれども、まさにこの太い冊子の36ページのところに少し記載をさせていただいてます。最もご質問の多い分野の一つです。で、空き家対策というところはあくまでその個人の所有物に対してどう行政がアプローチできるのか。で、以前数年前まではもうどうしようもないと手をこまねいてたんですけれども、国の方が空き家、特定空き家等に対する特別措置法という法律を作られて、それに基づいて各市で計画を策定すると。で、市場のあてもこの間の12月に策定しました。で、この36ページの一番上、空き家等の把握から順に実は始まっていきまして、ずっと一番最後まで行って行政代執行というところまで行くと、行政が空き家に対して対応すること、まあ、具体的に言うと取り潰すことができる。で、取り潰した費用は持ち主に費用請求をするというところまで行くのに、実はこれだけの手順を踏まないと個人財産なので手は出せない。でですね、今実はどんな状況かというと、空き家の把握させていただいて、まあ、300弱ぐらい市で把握してますんで、それをですね、上から4段目のこの空き家等管理台帳に登録してます。でですね、ずっと調査をして、で、危険なものについてこの真ん中の方にある協議会、これいろんな警察の方とか市業の方ですね、不動産関係の人とか、そういう人が入っておられて、これは危険だねというふうに認定をいただいたっていうところが今の状態です。で、その後今後指導助言で勧告と順に進んでいって、で、改善が見られない限りどん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 下に向かっていくというような今フローを取らせていただいてます。なんで市民の方からここが危ないんじゃないかと言われおっしゃっていただいたら、上から4番目のこの空き家等管理台帳にどん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 登録をしていってるというような状況です。ただし問題なのは4戸とか5戸で1つの家ありますよね。あれに関しては1軒入ってたらもうそれは空き家じゃない、と空き家と呼ばないんですね。空室がある家いう概念になりますので、このフロー上には乗ってこない、ここが実は問題なんです。
やっぱり住まれてる方いらっしゃるので強制的にその引っ越してくれというのはこれなかなか難しいです。やっぱりそこでお住まいになられているの でそれに対して今取り組まないといけないというところは四条館市の今住宅今の空き家の計画なんですけどもっと広く住宅全体の計画というものがありましてこれ住宅マスタープランというものなんですけれども市の手は簡単に言うと市の住宅って持ってないんですね。まあちょっとあるんですけど災害住宅がただ基本的には市営住宅というのは持っていないので例えばここに移り住んでくださいみたいなことはそもそもないんですね。清滝団地はあれ風の持ち物なので公営住宅ですが市営住宅ではないです。なので市全体の住宅政策を考えていかないと実はこの空き家対策は進んでいかないという意味で今年今まさにこの住宅政策を統括するこの住宅マスタープランの改定というものを進めています。まあ、その中の一つにはあの昔住宅マスタープラン作った時との間で大きな違いはですね住宅のセーフティーネット法というのが国でできまして何かというとその住宅が確保できない方に対してまあしっかり住宅を公共的にしっかりと確保していくというような考え方なんですけれどもまあそんな考えも盛り込んでいきつつちょっと空き家対策に取り組んでいきたいなというふうには思っています。なので今ちょうどこの真ん中のところに実際だから今危険な空き家だなというふうに市として認定しているのは8件ぐらいです。そうですね300弱ぐらいあるうちの8件ぐらいを危険と認めて今後この下のフローに進めていきたいなどこと言われてもこれ個人情報の兼ねがあるのでこことは言いづらいんですけれども、まあ、そういう状況にはあります。これはこの隣は入ってる、はい、っていうこともまあこの場で言うのは難しいというようなはいまあエリアは実際偏ってはいます。どことは言えないですけど全くないエリア と複数あるエリアに分かれます。ただ何もやってないというよりも これに順にやっていくと改善がされるまでどんどん指導助言勧告命令ってこれ強くなっていってません。でこれそれでも聞いていただけない場合は取り潰しさせていただくというような考え方です。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。あ、大東のやつですね。大東とその分担というよりはですね、大東と一緒にいろんなことをやらせていただいているっていうのは、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、四条館と大東というのはいろんなところで同じ取り組みをやらせていただいているんですね。例えば救急車も側面書いてますよね。あれ大東市場の宛て消防っていうふうに書いてますけれども、あれも数年前から大東さんと一緒にやらせていただいてますし、例えば医師会とかも大東市場の宛てで一つですし、本当にさまざまな側面、まあ、防犯の取り組みとか交通事故をなくす取り組みとかこんなのも全て大東さんと一緒にやらせていただいているので、すごくつながりは強いんですが、難しいのがですね、市場の宛て駅をきれいにしたいっていう思いはですね、市場の宛て市民の方が強いわけです。当然なぜなら大東からすると市場の宛て駅は一番端にあるわけです。当然ね、大東市民の方もきれいになったらいいとは思ってると思いますけど、やっぱり住みのどがあり野崎があり市場の宛てなわけです。でも市場の宛てはですね、忍ぶと市場の宛てしかないわけなので、やっぱり思い入れも違うと。ただあそこの土地自体は大東の土地なんですね。でこの費用負担の考え方が非常に難しい。例えばですね、よその、まあ、言うたら市じゃない地域のエリアにあるところに、例えばものすごくお金を投じて回収したら、じゃあ今後もあのエリアは全部市場の宛てが分担するんかっていう話になってきます。例えばあのエレベーター設置したんですけどね、市場の宛て駅田中市長の時ですけれども、あれも結局7-3やったかな、7-3っていう割合なんです。3うちが持ってるんですけど、でもあれ大都市にある駅なんです。なので従来的に行くと 100% 大東でもいいわけなんです。そうですね、だって忍ぶが丘駅やるって言って寝屋川さん絶対手伝ってくれないですよね。それと同じですよね。なのでそういうような費用負担の歴史があるので、なかなかねこれ難しいと。ただいろんなこと一緒にやってきているので、まあ、今後は一緒にね考えていきたいと、まあ、これ以上はですね、あのいろんなあの競技の最中にありますんで、なかなかお伝えはしづらいんですが、まあ、前向いてやってると。
っぱりあの大東さんもこう計画上には掲げておられますが、あくまで再編しようと思うと今あそこら辺にいらっしゃるお店とかに一回抜いてもらわないとできないですよね。それが難しいわけです。なぜなら一等地なので最高の立地ですよね、あの辺りの人々にとっては。で同じような立地に帰ってこれるんならいいんですけど、例えば罰のロータリーになるとしたらもうその場所は使えないわけであって、どこか別の場所に行かないといけない。それやったらこの場所の方がいいと思うのはそれはもう当然のことなので、ちょっとそこが一番、まあ、難航しているポイントかなとは思います。そうなんですまあでも丁寧に丁寧に協議していきながら、塩なてとしてもあそこがより良くなることはまあ安全にもつながっていきますので、やらせていただきたいなと思います。その他いかがでしょうか。はい、すみません、ちょっと2回目なんですけど、私生まれも育ちも塩なてでして、もう塩なて幼稚園から南中学校、南小学校、南中学校、ここだけはちょっとあの、ね、あの市長の先輩にはなってないんですけど今話せる範囲でいいんで、もうどんどん小学校中学校の統廃合を起こってますよね、うん、我々にとってはこう母校がなくなるというふうな形で非常に寂しい思いをしてるんですが、そういうことでちょっと市民の考え方、はい、これからの方針あの話してる範囲で結構なんで、ありがとうございます。この太い冊子のですね38ページ39ページのところに今の現状をまとめた広報誌なんですけれども、の抜粋を載せさせていただいてます。で冒頭申し上げた1970年ぐらいに一斉に整備してきた施設のうちの一つがまあ学校ではあります。で塩浦町の場合は公共施設のうちの3分の2は学校なんですね。ただ学校教育に関しては建物が古いから統廃合とかっていう考えは実は全く持っていなくて、やっぱり子どもの教育環境としてどうかという観点であり方を考えているというような状況です。ただしやっぱり東小学校南小学校等についてはですね、基本的にはまあ学年によっては2クラスあるところもありますが、学年に1クラスになってきているという状況の中、今後の子どもたちにとっての学びの環境をという観点から教育委員会としては今の在り方としてこのまとめさせていただいた通り、南中学校と東小学校については統合させていただいているというような状況です。ただし同時に校区と通学路の見直しも行わせていただいて、基本的にはまあ坂道等の関係はありますけれども、全地域的において通学距離に著しく差は出ていない、だいたい 1.8 キロぐらいに収まっているという状況にはなります。例えば縄中遠いなと思いつつも、実は岡山の橋の方からもかなりの距離から通って坂道になっていますので、そういう意味において差がなるべく出ないようにというふうには考えています。また小学校区においての、まあ、通学範囲の見直し等も合わせて行っていたださせていただいたところです。で南小学校については学年1クラスが複数クラスあるという状況は残りますが、あのエリアについては実は一定人口が増えてきている状況も踏まえて、あと数年ぐらいすると、半分以上の学年で複数クラスになるという見込みも立ってきてはいますので、今のところはこの現状の形をしばらく生かしていただきたいというふうに思ってます。で、別の観点でいきますと、田原小田原中については、まあ、中期的ぐらいにですね、実は田原中学校が土砂災害警戒区域内にあるんです。で今後は田原小と田原中の一小一中という関係から、まあ、一定小中一貫みたいなものを田原小側にというような議論は出ているというような状況にはなります。で大体どういう観点でというところはこの、まあ、候補誌にまとめさせていただいて、現時点ではそういう状況にあります。スクールバスは考えておられないですか。ご質問ありがとうございます。スクールバスについてはですね、これも考え方だと思うんですね。で現在我々としては文部科学省が出しているのが、まあ、4キロとかを超えてくる場合は、まあ、徒歩以外の検討手段いうのを考えていくということになっているんですが、篠田の場合はその半分よりさらに短い距離の通学距離になっているので、現時点ではスクールバスというものは考えていない。で出すとなればですね、大体等しく同じ距離で通っているので、学校によって差があってはならないと思うんです。先ほどのパソコンの話と一緒ですけれども、出すなれば全ての地域に出すとってなった場合に、主要な点は道が細いという話をさせていただいたので、大型バスでは無理ってなると小型バスと、じゃあ、
ね、学年何クラスもあるところだと、じゃあ一体何台出していくんだという話にもなっていきますので、それが本当に安全につながっていくのかという議論は必要かなとは思います。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。大丈夫ですか。そうですね、あの時間もだいたい9時ぐらいに なりましたので、そうですね、最後にですね、まあ、本日いろいろとお手元に資料の方を配らせていただいてはいるんですけれども、これ人によこれ認知症のやつってもうないのかな、全員にはない、お手元に黄色と黄色のビラってもうないですかね。ない。緑はある。緑はそうです。緑あれば、この認知症地域支援推進員っていうようなビラが、ラインかしかないのか。これもうないみたいです。まあ、またあの僕口頭で説明させてもらいます。どういうことかっていうと、さっきあの子どもの見守りの説明をさせていただいたんですけれども、あの同様の観点から高齢者 のそういう見守りっていうのがないのかというようなあのお問い合わせいただいているんですが、あります。で、まあ、認知症の方とかで思わぬこう外出とかをされる方に対して、あの QR コードっていうのをつけていただいた場合にですね、発見された方がその方あの、まあ、あのこれが分かるというものであったり、こちらあの実は靴にですね、GPS 端末をつけてて居場所が分かるとか、そういうものとかもあったりしますので、もしご関心とあれば高齢福祉課にお問い合わせをいただければ、ご案内をさせていただければと思います。本市としては非常に認知症に対しては取り組みを力入れておりまして、2年前に認知症の初期集中治療支援チームという、まあ、医療関係者と等で組織立ち上げて、とにかく早く気づくことが実は重要で、初期段階やと治ることもあるんですね、正しい知識さえあれば。で、認知症サポーターというものも養成講座というのをやらせていただいているんですが、サポーターって大したことじゃなくて、この90分受講していただければ、まあ、認知症について正しい知識を深めていただくことによって、あ、早く気づけると、早く気づけば治すことができるというような取り組みもさせていただいておりますので、もう何かそのあたりについてご質問とあれば、いつでも高齢福祉課にお問い合わせいただければなというふうに思っています。そういう、はい、そうなんです、いろいろ身につけたりすることで、なんで子どもの話ばっかり今日しましたけど、それだけやってるわけじゃないので、いろんな世代の方々にとって当然政策というのはやらせていただいているというような状況になります。もし他に質問等なければですね、今日はもう遅くなりましたので、このあたりで終わらせていただければと思います。よろしいでしょうか。よろしいですかね。では本日はありがとうございました。